皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、足痩せに関するスクワットを紹介しようと思います。まずですね、足痩せについてスクワットをする人多いと思うんですけども、スクワットってですね、お尻をしっかり出してつま先よりも膝が出ないようにといったスクワットが一般的なんですけども、あのスクワットは太ももが太くなりやすいです。というのもですね、あれは大腿四頭筋といって、ももの真正面を使うんですけども、足痩せしたい女性のほとんどがですね、運動部だった傾向にあります。大体の方がバスケットとかバレーとか陸上とかね、そういったクラブに、まあ学生の頃から入ってたっていう人多くてですね、そもそも足が細い人は足痩せ考えてないですし、足が太い人が足痩せしたいと思っているので、大体の方がね、運動部で割と筋肉ムキッとついて、その上に脂肪がついてスクワットをするんだけども細くならないっていった感じになります。なので、そういった場合は太ももの前を使わないスクワットをしなきゃいけないです。それを今回ね、紹介します。はい、まずなんですけども、つま先を正面向けてしまったしゃがむのは太ももの前を使ってしまうので、つま先を開きます。つま先をできるだけ開いて、膝をつま先の方向を向けて膝を曲げていきます。まっすぐ膝曲げるスクワットは良くないです。つま先を開けば開くほど、太ももの上側よりも前側、要は内ももをしっかりね、膝を開けば開くほど使えますんで、膝を開くスクワットをしなければいけません。そしてですね、体重によってはそれでも負荷が重くなるので、それを軽減するためにはかかとを上げてスクワットをしてって、また戻っていきます。かかとはできるだけ上げたままです。もしバランスが悪ければ立った時に下ろしてもいいんですけども、またしゃがむ時にはかかとを上げて、ゆっくり膝開いて降りてって、ゆっくり戻します。これを皆さん一緒にやっていきましょう。ポイントはですね、3秒かけて降りて1秒で戻るというのを今から10回一緒にやりましょう。手はですね、重みになってくれますんで、手を前だと体がね、前に行きやすくなるんで、体ができるだけまっすぐに保つために手は後ろに持っていきましょう。手を後ろに持っていって、スクワットをやっていきます。では今からいきましょう。1、2、3で4で上がる。1、2、3、4、一緒にいきましょう。3、4、5、6、7、8、しっかりかかと上げてください。9、10、はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。今みたいにたったの40秒で終わります。もし物足りない人はね、3セットまではしなくてもいいんですけど、2セットぐらいはね、物足りない人はやってください。できればですね、かかとをしっかり上げて、膝を最後にしっかり伸ばす。最後にね、しっかりこの膝、硬い方はね、膝が伸びにくいと思うんですけども、ピーンとしっかりね、体を上に持ち上げる感じで、ふくらはぎと膝の裏をしっかり伸ばしてください。まあ、初めに言ったようにですね、お尻を出すスクワットっていうのはあまりおすすめではありません。まあ、それをやってもいい方は、強いて言うならですね、高身長の方、肩幅狭い方、そういった方は筋肉大きくなりにくいですから、しっかり鍛えてもね、太ももは太くなりません。あとは中肉中背、運動好きだけど脂肪がつきやすい人、また運動が嫌いですごく太りやすい人、その二方はですね、今みたいにスクワット、膝をできるだけ開いたスクワットをやってもらえたらと思います。あとスクワットと一緒にランジも一緒です。ランジも太ももを正面向けて膝曲げますから、これもももが太くなりますんで、おすすめではないです。なので、できるだけ膝を開く、つま先を開くスクワットをしてもらえたらと思います。そして負荷が軽いんですけども、やはり筋肉に刺激がある程度いりますんで、できるだけ下がるときはゆっくり、上がるときは普通に上がっていいです。それを心がけてもらえたらと思います。今日は足痩せに関する動画でした。頑張った方はグッドボタンとコメント待ってますんで、よろしくお願いします。説明欄に足痩せのブログも書いてますんで、よかったらご覧ください。